妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、イギリスのティア級駆逐戦車、鉄壁のリクガメさんこと、トータスさんだね。うむ。マップは山あいの港湾、マッチングはティア8と9だね。それじゃあ初動は、頑丈な重駆逐さんだし、遠兵号にでも向かっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。味方さんの初動は、何両かは一緒に遠兵号に来てくれそうだね。うむ。ティア級のイタリア駆逐さんもこのルートは遠兵号だろうし、これなら初動いきなり入り込むのも悪くないかもだね。了解だよお姉ちゃん。と、左から重戦車さんたちまで来てくれてるね。いいね、お姉ちゃん。でもちょっと渋滞しちゃいそうな気もするね。うむ。そして敵側にはすでに入り込まれちゃってるようだね。む、味方 CS-59 さんが左から入ってるね。752さんとティア8さん相手なら強く出ても大丈夫だと思うので、ここは応援に向かっちゃうね。うむ。多分752さんは CS さんに全弾撃ってるはずなので、できれば752さんのリロード前に仕留めちゃいたいね。ナイスショット大妹よ。くぅ、CS さんは助けられなかったか。あう、最後アーマーノットペネトレーションになっちゃった。ドンマイ大妹よ。冗談ではなく非貫通ってことは、なんか変なところに飛んでったっぽだね。あわう。そしたらあとは2両だけなので、このままサクサクっと突破を狙っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。ナイス撃破大妹よ。よしよし、これで隠蔽号はクリアだね。出口付近に敵もいなさそうなので、このまま一気に外に出て、次は北の敵を狙ってみるね。うむ。戦力分布的に南は敵の方が有利そうなので、一気に北を取り切って、そのままキャプを踏んじゃいたいね。了解だよお姉ちゃん。左にも敵はいるけど、優先目標は正面の257さんかな。ナイスショット大妹よ。ナイス撃破大妹よ。左側にはまだ敵がいるけど、この子の足では間に合いそうにないので、ここは SU-101 さんと一緒に、キャプ踏みといっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。ここのキャプは、確か南からは撃たれにくかったもんね。うむ。障害物があるので、車線は完全に切ることが可能だね。と、パーシングさんが一両でキャプ切りに来たようだね。迎撃するねお姉ちゃん。うむ。キャプにこだわる理由もないし、撃ちに行っちゃおうか。ナイスショット大妹よ。ふむ。どうやらパーシングさんは本当に一両だけだったようだね。あう。これは再びキャプを踏んでも勝てちゃいそうだけど、どうしようお姉ちゃん。キャプには105ミリ化のパンさんがいるし、あの子はヘルス的にもう無理はしなさそうな感じなので、私たちはこのままここで、敵がキャプ切りに来るのをのんびり待つとしようか。了解だよお姉ちゃん。でもなんとなくだけど、キャプ切りには来ない気がしちゃうね。むシチュエーション的にはすでに積んじゃってるので無理もないけど、適当に突っ込んでくる味方さん相手によだめを稼げればいいや程度に感じるね。ただこの後は何もないままキャプ勝ちになっちゃったので、ちょっと早いけど勝利宣言とさせてもらっちゃおうか。やったね、お姉ちゃん。成績発表。よだめ4987、キル数2、アシスト332、棒ダメ3120。スコアは1099でチーム内トップ、2バッジと大口径をゲットだね。今日のバトル、初動いきなり遠兵号に突撃するという、
なかなか大胆なハイスピードバトルって感じだったけど、ああいう強引な突破こそ、トータスさんって感じだね。いいね、お姉ちゃん。でも高 BPM で全身まんべんなくある程度硬いから、ちまちました打ち合いより、ゴリ押しの方がトータスさん向けの気もしちゃうよね。だね。終始は、ほぼ禁断運用だったけど、イベントのおかげで10万超えの黒字だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。